やあ、僕はうっかりカサゴのウーリー。僕と一緒にスマホを使ってインターネットの大海原に繰り出そう。スマホを持つと世界が広がるよね。それはまるで池から海へと広がる感じ。だけどインターネットはいろんなことができるようになる一方で、さまざまな危険が潜んでいるところだよ。スマホを使ってインターネットの大海原に出ていくために、まずは泳ぎを覚えよう。そう、それは例えば浮き輪を使って楽しく安全に泳ぎ方を覚えるようなもの。その浮き輪とは安心フィルター。安心フィルターとは利用時間帯を設定し、スマホの使いすぎを防ぐ機能。年齢に応じたアプリの利用ができるようになり、有害なサイトから守ってくれる機能もあるんだ。そして重要なのは、未成年者がスマホを購入する際、店頭でのフィルタリングサービスの設定は法律で義務化されているということ。安心フィルターを使うことで危険な大海原も安全に進めるようになるから、君も家族も安心だね。それでは詳しく安心フィルターの機能を見ていこう。使い方は簡単。君のスマホで安心フィルターアプリをインストールしてオンにするだけ。その後、保護者の方のスマホのブラウザからフィルタリング設定が可能になるよ。安心フィルターでは保護者の方が君のスマホ利用時間を決めることができるんだ。設定した時間になるとアプリやインターネットの利用ができなくなるよ。時間を決めてスマホを使うことで家族のみんなも安心するね。安心フィルターを初めて使うときに利用できるアプリを選ぶことができるよ。後から個別に利用したいアプリがある場合は、お家の人に相談して許可をもらおう。家庭の方針に応じて慎重に。安心フィルターを使うと標準のブラウザは使えなくなるよ。安心フィルターブラウザを使ってインターネットにアクセスしよう。安心フィルターブラウザでは4段階のフィルタリングレベルに応じて君を危険なサイトから守ってくれるよ。ただし制限されているサイトでも保護者の方が個別に利用を許可することも可能なんだ。今日のおさらいを見ていこう。うっかり忘れないようにね。さあ、安心フィルターを使って正しく安全にスマホを使いこなそう。インターネットは大きな海のようなもの。お家の人とよく相談し、ルールを決めてスマホの使い方を学んでいこう。以上、うっかりカサゴのウーリーでした。